コンラック先生はアメリカ合衆国の作家で元教師であるパッド・コンロイが1972年に書いた自伝的小説を元にした映画。作品はコンロイが教師をしていた頃の体験に基づいている。タイトルは生徒たちがコンロイをうまく発音できずにコンラックと呼んだことから。1969年の春、サウスカロライナ州のビューフォートから黒人だけが住む。 離れ島山黒島の学校に白人教師のパットコンロイーがボートに乗って赴任してくる。雑貨屋の主人を除いて全部黒人の村で校長のスコット夫人はパトロイと間違い黒人なのに黒人を見下し生徒を人間扱いせず無知を使い生徒も無気力だ。コンロイは子供たちが誰一人として字の読み書きもできないばかりか大統領の名前も 自分の国の名前さえも知らないことに愕然とし、彼らに体当たりで教育することを決意する。不登校のメリーもいて、はじめは打ち解けなかった生徒たちも、詩や音楽を通して、次第にコンロイに信頼を寄せるようになる。だが、彼の型破りな教育方法は、保守的な大人からは認められず、コンロイは悪戦苦闘の日々を送ることとなる。 妻を亡くした男ビリーが自作の密造紙を持って来るからその代償として読み書きを教わりたいという。歴史体を発見し、誰も泳げないというので泳ぎを教える。校長は映画にも反対し、白人のために黒人がいるように教えろという。リムスキー・コルサコフのクマバチの飛行やブラームスの子守歌、ベートーベンの運命を聞かせたりして、情緒も育てる。 教育監督官の命令を無視して、生徒たちをハロウィーンに参加させるためビューフォートへの一泊旅行をしたことで、解雇通知が届く。黒人たちは、学校ストライキを始めようとするが、説得する。校長はよそへ行かないのならなぜ戦わないのと、驚きの言葉を言う。裁判に持ち込むが、敗訴。車でビューフォートを広報して回るが、受け入れられない。 別れの日、コンラックは川は渡るためにあると生徒に悟す。ボートが川も滑り出し、メリーがテープレコーダーで流した運命が響く。1974年にマーティン・リット監督、ジョン・ボイト主演、20世紀フォックスの制作で映画化された。現代はコンラック。ありがとうございます。